皆さんこんにちは、ケビンです。2023年のブレードショーにやってきました。それじゃあ早速行ってみましょう。キクナイフに来ました。キクさん、キクさん、はい、こんにちは。こんにちは。去年は大変でしたね。いやー、参りましたよ。今年はもうお客さんもいっぱいいるし、はいはい、楽しいショーですよ。いやー、いいですね。もう今までいっぱい売ったでね、大きいとこはみんななくなっちゃった。もうなくなる。やっぱ大きいのが売れるんですか。こんな長いと。ああ、そうですか。小さいのはアメリカ人あんまり好きじゃないですか。いや、そんなことない。そんなことないけど、小さいのも売れる。ああ、でも先に大きいのが売れちゃうんですか。そうそう。ちょっと大きいかな。 XX キクさんの、いやー、いい、かっこいい、この T シャツ。あれ、ちょっと大きいかもしれないけど。あ、かったら、いただけるんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、 XXL の T シャツいただいちゃいました。ちょっとサイズが合わないかもしれない。いやー、とんでもないです。もう毎日来ます。いや、逆に来たらキクさんの顔が取れちゃうかもしれない。いやいや、取れんよ、そんなに。バトニングとか、ちょっと仕上げを変えてね。普通はこんな感じのサテンしのをこれサテン風に仕上げてるんです。なんかちょっと違いますね。え、これエッチングじゃないんですか。エッチングしてからサテン。エッチングしてからサテンし、サテン仕上げ。これはね、アウトドアで使える包丁をイメージしてる。これスーパーゴールド2。そう、これもよく切れるよ。使いやすいよ、これ。これ鹿の解体とかに使ってる人。これももうアウトドアの包丁があるね。あとこれは北海道のハンター、有名なハンターのデザインで、これ橋の向かんですか。そうのスーパーゴールドで作ったやつ。はいはい。スーパーゴールドはこういうなんか積層にするんですか、毎回。うん、俺スーパー、粉末粉やから、はい、やっぱり歯が弱い、折れやすい。粉末ってそうなんですか。うん、だからそれを、ここは柔らかい部分がついてるもんで、日本刀の折れず曲がらず、でも曲がるんやこれ、はいはいはい、折れないよりもいいやろ、うん、でこれにした材料。だから粉末粉の単体はあんまり使ってない、ここら辺が使うだけで。これもともと丈夫い材料です。これ OU、 あ、これ M390、 そうそう、M390 が粉末でしたっけ。そう、これは割と強い。でもやっぱ切れ味はこっちの方がいいね。あ、切れ味はスーパーゴールド2の方がいいですか。うん、うんうん、OU31 ってこれどういう鋼材なんですか。要は炭化物がすごく細かい、それをコバルトがいっぱい入ってるもんで、コバルトがその炭化物の脱落するのを防いでるんだよね。はいはいはい。だから長切れする。で、母体が丈夫になる。はいはいはい。だから折れにくい。もうその、うん、タフネス、人生にかなり長けてる。そう。それと切れ味もいい。あ、あ、で切れ味もいい。炭化物のものすごく細かいのが綺麗に揃ってるので、いつまでもよく切れる。そういう材料です。ただちょっと錆びに弱いかな。はいはいはい。うん、僕もあの泣きながら水かけて。僕ね、野槌ね、すごい手が痛いんですよ。持つ方が、持つところが、最初は痛くないんですけど、なんかその木を結構長く削ってると、この手のこの辺のところが結構痛くなっちゃって、デコボコがあるの。デコボコは、はい、うん、そう、まあ、そういう部分あるわね。長くやっぱ力を入れたらやっぱ痛いよ。はいはい、もちろん、うんうんうん、そんなに長く使わないっていうのがコンセプトとして。なるほどね。いや、まあでもほら、ブッシュクラフトモデルなんで、そうそう、結構ほら木を長く削るかなと思ってね。うん、そしたらね、はい、潰してやるとね、いいと思う。削るってことですか。うん、そう、サンドペーパーで簡単に取れるさ、はいはいはい、この部分だけ。結構柔らかいんですか。うん、G 点ですよね。G 点やけど、サンドペーパーには弱い。あ、そうなんですか。だから適当にこうやってね、皆さん変えて使ってみる人多いよ。いや、なんかほら、うん、キクさんのナイフ高いから、なんかちょっと傷つけたくないなっていう思いが。その傷も歴史なんですよ。傷、まあまあ、そうね、そうですね。いや、本当に僕らもね、歯を切れなくなったと、はい、送ってくれる、はい、これ、そうね、使い込んだ
赤い証が見えるわけ。はいはいはい、そうするのは嬉しいよ。はい、ああそうですよね。うん、また綺麗にまた刃つけてない。全部送り返す。エッチングとかも やり直す。エッチングはもうやらない。もうやらない。もう、うん、削るだけ、うんうん。刃の部分だけ削って。そうすると買った時と同じ切れ味ですねって喜んでくれる。ああいや本当めちゃくちゃ切れ味いいですからね。自分でこうで研いでやる人はね、うん、まずうまくいかんねえな。やっぱりそのハマグリが難しいじゃないよ。これね、ハマグリではあるけど、このままのハマグリでいくと刃先がすごい鈍くなる、鈍くえがくなっちゃう、はいはいはい、刃が弱くなる、うんうん、だから少しだけこれね鈍角にしてあるやんわ、先っぽだけ。あ、先っぽ、本当に先っちょだけ。あの刀なんかの、あのネタ刃、ネタ刃と同じように糸刃みたいのがついてる。そうそう、糸刃まではいかないけど、うん、見るとよくわかる。あ、本当だ本当だ、はい、角度はつけてあるよ、うんうん、これで刃がの刃待ちがね良くなる。あ、うん、あの英語で言うとそのマイクロベベルってやつですか。英語わからない、まあ、小さな刃つけてある。あ、うん、やっぱそうなんですね。でそれに合わせて研いでもらえばいつまでも同じように切れる。あ、その角度を間違えて立てちゃうよな、こういうふうに。このくらいなんやわ、うんうん、それをこういうこのくらいでやると最初はねやっぱ薄いもんでどんかくしても切れる、はいはい、だん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 こうやってくると角度が大きくなってくるやん、はいはい、ちょっと切れなくなってくる、ね、うんうん、やっぱりこのやるやったらこの角度に合わせてやる。砥石はその最初は何番ぐらいで研げばいいですか。1000番とかでもうちょっと粗い程度によるけど、うん、切れ味が落ちたな程度やったら耐水ペーパーの2000番とか、うんうんうん、あれで軽くスッスッてやればもう切れるよ。あ、はいはいはい、それでもっと切れやすくしたかったら皮とにコンパウンドをつけといて、はい、シュッシュッて、それでもうひげ剃れます、はいはい、僕あのポリスを結構あの いじめて、うん、ちょっとだけチップしたんですよ、うん、まだ研いでなくて。あれなんやったら送ってくれりゃまたあるよ。あ、そうですよね、初めて送るよ、はいはい、ありがとうございます。研ぎだけはただ、全くただ、はい、送料だけもらう送料の高い、送料が高いは確かに。キクさんありがとうございます。いや、どうもどうもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お願いします。この動画が面白いねと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon! Bye bye!